はい、皆さんどうも、MTです。どうも、雑談でございますが、インスタとツイッターもアカウントを開設しておりますので、ぜひとも興味のある方、よろしくお願いします。ですね、いろいろサムネをあらかじめ少し早く紹介したりして、問題先に解けたりするかもしれないので、ぜひとも興味のある方、よろしくお願いします。というわけで、今日の雑談は、この間ですね、ゲーデルとかについての話をいたしました。ちょっと本当まとまりのない話で恐縮だったんですけど、今回はもうですね、チューリングについて、その飛び火という感じで話してみたいと思います。チューリングは、20世紀前半に主に活躍して、戦後ももちろん生きていたわけで、死に方がですね、ちょっと不思議な感じだったんですけど、イギリスの不思議みたいなところがあるんですよね。ちょっと触れると闇が深くなりそうなので、ちょっと触れておかないことにしまして、映画等を見た方はご存知かもしれません。チューリングの映画とか書籍はたくさん出ております。諜報部として少し働いていたという経歴から少しイギリス的な感じがしますけれども、実際イギリスの出身の方で、20世紀初頭に生まれた方ですね。それで有名なのは、皆さんご存知なチューリングテストというのがかなり有名ですよね。その人間と機械を区別するのは何かということです。でチューリングさんがですね、言ったのは、つまりいくつか質問をして、もし人間と区別がつかないのであれば、もうそれはほとんどに、あ、もう、あの、機械ではなくて人間として、人工知能として、そういう、知能ですね、知能そのものであるというようなことを言いました。でこれはですね、今言うとなんかナチュラルに聞こえるかもしれないんで、それでも今でもなお、そのちょっと、いや、それでも機械は機械だという人もいるかもしれないんですが、昔ほどですね、そういう抵抗はないかもしれません。 AI というものがもうかなりすごいことになってきてますからね。人工知能が Google とかでもう見てもわかると思うんですけど、非常に AI がどこにでもある時代ですから、インターネットとつながって、いわゆるそのプログラミング自己生成をするというようなことですよね。で、当時何がすごいのかというと、当時そういう問題意識を持って提出したというのがすごいことです。で、一応ですね、その人工知能とか人間との区別がつくかつかないかみたいな話って未だにあるじゃないですか。そのやっぱり機械は機械だっていうのもあるし、今でもやっぱりそういうものはあるわけです。で、昔においてはですね、もっとその辺はですね、確固として区別されていたわけです。というのは、多少向こうのことになりますけど、西洋的なものでいうと、キリスト教的信仰といいますか、そういうヒューマンセントリックみたいなことがあるわけですよね。ですから何とも言えないんですけれども、歴史としては結構その出どころは古いんです。もちろん当時もう昔ですね、ルネ・デカルトの時代からあるわけです。16世紀からですね、動物機械論というのがあります。当時はですね、生き物と有機物と無機物というのがもう完全に原理的に区別できるものと思われていたわけですけれども、動物というのはやはり機械的な運動をしていて、それは解剖が結構進んできてからの話で、そういう洞察をしたのがデカルトなんですね。でもデカルトでさえも、やはり人間の身体は一応機械的であるとはしても、やはり人間のその意識とかいうものは全て機械では測れないと言いますか、そう、機械論的には扱えないというふうな立場でありました。で、一方でですね、人間機械論というのもフランスの方で言われまして、これは結構また時代が下るんですね。18世紀前半の方になりまして、ドラメトリーですか、その方が人間機械論みたいなことが有名だと思うんですけど、それもやっぱり非難合々なんですよね。その意識とか精神とかも含めて機械論を提唱したわけですけれども、やはり当時のですね、その進化論的なのも同じなんですけれども、多少教義には反するというか、当時の常識としても反対されるということがありまして、でチューリングが、いわゆる20世紀初頭とか19世紀末ぐらいから、どんどんですね、コンピューターとか発達してきた時に、主にチューリングですよね。もちろんその戦時中に暗号解読みたいなものに携わったというのもあるんですけど、それ以前にそもそも AI とかそのコンピューターとはそもそも何かみたいなことを当時にして考えていたというのは、本当に革命的な先進性があると思います。で実際その何を判別する、人間の知性と判別する何か土台がないと、そもそも何をコンピューター知能とするかということが始まりませんから、もちろん問題意識としてはナチュラルではあるんですけれども、そういってかといって、じゃあどういうふうに具体的に与えるかということをもう鮮明な形で宣言するというのは、なかなか勇気がいたという意味で、もちろんその技術的にはですね、そういう言われれば、確かにそうかと思われるかもしれないんですが、当時の常識とか問題意識とか学会の潮流とか、そもそもそういう分野を開拓するという意味では、本当に初頭的かもしれないんですけど、もう革命的な宣言であったと思われるわけですね。という感じで、今回はそれぐらいですね。チューリングの個人としての研究とか、変遷とかですね、どういう
家庭で育ったかとか、まあそういうどういう研究をしたとか、そういう戦後の話はどうかとか、そういうことはまあちょっと置いといて、チューリングテストについて、今流行りのそのコンピューターとか人工知能についてちょっとだけそういうものの講師をご紹介させていただきました。というわけで、また見てください。